福島競馬、11レース、福島牝馬ステークス、1800です。能力偏差値ですが、B ランク1等、C ランク7頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。1枠1番、コスタボニータです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。 上がり指数が高評価できるのは、4。走前は黄色線を2。上回っています。能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1800メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3。走前はオレンジ色の着順が2着で、紫の丸が1800、1800は適距離です。 展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、 オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、三走前は三番手からの競馬です。高位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は86で2位です。上がり指数は66で4位です。まずまずの先行力で高位につけられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。 六枠十一番タガノパッションです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では3層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には上位コン線の一等で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4層前は紫の丸が1800、1800は敵距離です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4。走前は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は5。3で12位です。上がり指数は6。4で5位です。平凡な上がり指数で差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています。七枠十四番、フィール・シンパシーです。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、二層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、四層前は紫の丸が千六百。 昨年の5月は紫の丸が1800 1800は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと4走前は4番手からの競馬です昨年の5月は9番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は81で4位です上がり指数は63で8位です先行力 上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。4枠7番、ファユエンです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。上がり指数が高評価できるのは、前層は、 黄色線を4上回っています。3層前は、黄色線を9上回っています。4層前は、黄色線を5上回っています。能力的には、上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が2000、2000が適距離ですが、1層前の紫の丸、今回と同距離の1800では、 指数を下げています1800は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は40で15位です上がり指数は77でトップですまずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです展開面は 若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は27週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか、大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。 暫定丸を打った11番の対戦成績は14番に対し0勝1敗と負け越しています。11番の対戦成績にはリスクがあります。暫定黒三角を打った14番の対戦成績は1番に対し1勝0敗。11番に対し1勝0敗と勝ち越しています。14番の対戦成績は高評価できます。暫定白三角を打った7番の対戦成績は 有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは1番コスタボニータです能力偏差値はトップの B ランクです距離と展開を高評価しました対抗丸を打ったのは14番フィールシンパシーです能力偏差値は3位の C ランクです 対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは15番、新緑化です。能力偏差値は6位の C ランクです。距離と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは11番、タガノパッションです。能力偏差値は2位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが、距離を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力。 適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。